はい。皆さん、こんにちは。ワナリガルビシです。では、今回は、提督の、じゃないですね。ハーツオブアイアンを、続きをプレイしていきたいと思います。現在ですね、日本と交戦中というところで、大きく、3つの戦域があります。1つがね、タイ方面、インドシナ方面、マレー方面ということで、こちらと、あと、大陸でね、再び、日本軍が再上陸をかけてきているので、ここ、南京付近。で、もう一つ、満州蒙古国付近というところで、この3つの戦域、主に陸軍が戦っているところを制していきたいなというところです。なので、まずこの各3つの方面でね、確実に勝利できるように采配を振るっていく必要があるというところになります。で、ちょうど今ですね、大規模海戦が始まろうとしているので、この状況を見ながらね、プレイの方を進めていきましょう。フィリピン海の戦いです。どうなんでしょうね。これ見ると、戦力的には味方は、空母が4。従順が5。あとは、慶順に駆逐艦というところで、敵の方はどうでしょうね。これ見ると、空母が2のように見えますが、撤退行動に移ってるようなので、まずこれしっかりとね、敵の空母1つでも2つでも沈められるとでかいなと思います。帝国海軍の戦力をこういう時にちょっとでも削っておけると本当にありがたいなと思うんですが、帝国軍の海軍戦力、中身見るとどうだ？結果出てますね。味方戦艦一隻が撃沈されてますね。ただ敵の方は3空母、赤城、大砲、竜城を撃沈している。悪くない戦果ですよね。そしたら、今傷ついた第2艦隊は、一度どっかで修復した方がいいだろうね。空母を失わなかっただけ御の字かな。敵は3空母を失ってますからね。3空母。ちょっと待ってね。さらにここで、南シナ海の戦いが起きていた。これ完全に見逃してたな。勝利となっているものの、味方戦艦4を失っていて、敵は戦艦2。駆逐艦が対帝国合わせて42隻撃沈しているので勝利となってますが、残念ながら、どうでしょうね。戦艦4を失っているので、味方の方もね。この損害はかなり大きいな。事実上第3艦隊を解体せざるを得ないね。第2艦隊とガッチャンコしましょう。悔しいな。で、ヨークタウン。これは普通のヨークタウンだね。ヨークタウンが入ってきているので、第1艦隊はもう6空母体制が出来上がってるので、失った第2艦隊、ここに空母を増強します。で、あとですね、お伝えしておいた方がいい内容としては、レキシントン2というクラスの、空母。ベースとなる母体は空母の3型をベースに、格納庫とかを増強したレキシントン2を作ってます。なので、このレキシントン2が就航してくれればといってもね、これ44年なんで、就航するのがだいぶ先になるんですけど、これが就航できれば、あるいは、戦力的には、より優位になるかなというふうに思います。いや、厳しいのがここだよね。バンコク方面、タイ方面。ここが本当に一進一退で、戦力的になかなか、オランダ領インドが降伏ということは、インドネシアがだいぶ持ってかれてるね。この辺りの資源地帯が、ほぼ帝国の手に落ちましたね。この辺りが、タイ方面が、型がつくと戦力をね、さらに集中しやすいんですけど、今だとここに戦力を集中させるのが難しいので、3つの方面での戦闘ということになっちゃってます。
あとはどうでしょうね。先の戦いで海軍戦力的にどっちが有利に立ったかっていうのを見ていくと、いやー、それでもやっぱりまだまだ、まだまだ、帝国だね。南シナ、東シナ。このあたりが取れると、帝国海軍のね、まあ戦力というか、だいぶ駆逐できるかなと思うんですよ。ちょっと頑張ってくれてるのがここだな。インドが頑張ってくれれば、だいぶありがたいけど。この辺りでね、さっきの2つのフィリピン海の戦い、さらに、南シナ海戦、この2つの海戦で、まあ一応、まあ痛み分けの色合いは強いものの、もう我々アメリカ軍が勝利したっていうのをね、宣伝して、味方の士気をね、高めてもらいたいですよね。そうだな、陸軍の、どうだろう、これ見ると経験値がマックス値に到達しちゃってるので、なんかで使っていきたいですね。次の、そうだな、陸軍のドクトリンかなんかでボーナス効かせますが、あとは、そうだ、忘れないうちにだいぶ先になると思うんですが、原子炉。何個か立てておきましょう。原子爆弾の開発が終わると同時にね、作れるようにと。これで原子炉、まあ、だいぶ先になると思うんですけどね、原子炉が作れるように、民事工場が回転し始めるのは。バンコクまであと一押しだよね。これバンコクまでさ、頑張って一押ししちゃった方がいいんじゃないかな。無理してでも、軍を進めて、バンコクを取りましょう。先に。バンコク取っちゃえば、だいぶね、敵の方もなえるでしょ。何よりも、補給的にもきつくなると思うんでね、敵の方は。バンコクを取る。で、新疆の方はどうなってるかというと、まあ、こっちの方は微妙だな。蒙古国の方の方は、満州までもうちょっとでたどり着けるっていうところですけど、まあ、やっぱり満州に近づけば近づくほど帝国の抵抗も強くなっているのかなという状況が見て取れますね。ちょっと進軍のスピードが落ちているように見えます。で、南シナでは再び敵艦隊と遭遇する。海軍の方はというと、まだまだ時間はちょっとかかっちゃいそうだな。駆逐艦の数がもうちょっと欲しいですね。駆逐艦の数が。で、どこで強襲上陸を？マリアナ、グアムか。まあ、グアムはしっかり跳ね返せるでしょ。3手段用意してるんで。フィリピンの方もここしばらくは、まあ、安定してきているのかなという感じがします。あとはイギリス軍がここ無理してでも進軍してほしいよ。バンコクまで進軍して敵基地を制圧できればだいぶ楽になると思うんだけど。で、大陸の方は、まあ満州まで到達したものの敵のそれこそ抵抗が結構きついね。北京をただ落としたので、北京に部隊、基地、航空隊を創設していきましょう。
どれくらいのさ、数の部隊を、まあ、出せば、有利になるかっていうと、航空機の数で言うと相当数ばらまかないと多分ダメなんですよね。300機、500機体制にしてどうっていう感じだもんね。これでも制空権取れない。いやー、帝国強いね、さすがに。制空権が取れればボーナスがつくのでだいぶ楽になると思うんですよ。お、バンコク取ったじゃないか。バンコクを、バンコク取ったら基地も取ろう。敵基地、よし、ここで敵基地を取ったらでかいぞ。一気に制空権がこちらに来ましたね。近接航空支援機をばらまく。これで一気にタイを駆逐しましょう。タイ上空の制空権完全に掌握したので、これで事態好転するでしょう。確実に一気にタイがこちらの方に優位な戦況に変わりそうです。で、新疆の方は4師団を抑えとして置いているので、これでね、新疆モンゴル方面から進軍されるリスクをなくしましょう。で、あとは、そうだな、不可侵条約は結んであるので、新疆はこのまま、いや、これから不可侵条約だ。不可侵条約を結んじゃいましょう。モンゴルとはすでに不可侵条約結んでるので、大丈夫ですと。大陸の方がちょっと一進一退ですが、ここをしっかり抑え切って、タイの方面を制圧できれば、タイの方に、計40師団前後派遣しているのを半分をね、大陸の方の制圧部隊、あるいはインド支団のね、各諸島に派遣することができるので、一刻も早くここはタイを鎮圧して制圧して占領下に置きます。うんうん、順調順調。バンコク取ったのがでかいね。全然進まなかったのに、バンコクが陥落したら一気に事態が好転してますね。ただ敵も必死の抵抗が予想されるので、しっかり師団を次々と派遣しておかないといけないね。制空権は取れているものの、さらに盤石なものにしたいので、とはいえもう余裕ないな。いやー、航空機の数も不足している。では、ここで一旦海軍の方に目を移しましょう。海軍の方は、第二艦隊が、航空母体制になってますね。これで帝国の方が弱体化してくれればいいんですけど、まだ帝国のね、海軍健在という感じがするので、これあと帝国軍の基地を取っちゃえば一気に潰せるな。サイゴンまで進みたい。最後に敵の部隊駐留してる。そりゃするよな、ここはするよね。だ、サイゴンが取れれば港を全部抑えられるので、帝国の方は一気に補給が厳しくなると思うんですよね。そういう状況になんとか持ってきたいな。
ちょっといろいろ動かしすぎてて見づらくなっちゃってると思うんですが、すみません。で、満州の方はご覧の状況ですね。ちょっと孤立しないようにだけ気をつけないと、部隊が一気に壊滅させられる恐れがあるんで。北京は奪還されてるね。まあ、ここは時間をかけてじっくり潰していきましょう。今はタイの方が気になるので、タイの方にフューチャーして、じゃあ時間の方を進めていきます。だいぶ時間を進めてきていますが、まあ、マレー半島、インドシナ半島は完全に制圧をしました。なので、制圧した部隊は、大陸の方で反攻してきている日本軍の迎撃に向かわせています。で、マッカーサーの部隊は引き続き、そういった戦い方をするんですけども、アイゼンハワーの軍を新しく創設してまして、これ10師団ずつ、計20師団と割と規模は小さいんですが、これをですね、まあ、それぞれインドネシアの各諸島に派遣して、帝国軍のゴムの供給源を断とうという作戦を、これから行っていこうというところになります。で、艦隊の方なんですけども、今ですね、まず第一艦隊がシンガポールで修復中です。で、第二艦隊に関してはマラッカ海峡で、作戦行動中という状態になっています。ここでしっかり、制海権を取った上でね、強襲上陸をかけていこうという段取り作戦になります。まあ、今のところ割と順調なんですけども、帝国がね、大陸で反攻作戦をしてきているっていうところと、満州の方になかなか軍が入っていけていないっていうところ、この二つがね、誤算なんですけども、ここに関してはこの後しっかり、まあ、対策を打っていこうというところと、あとね、フィリピンがね、意外と帝国に攻撃を受けていて苦戦しているっていう状況ですね。まあ、ただフィリピンこれ以上増強したりとかっていうのも難しいので、やっぱりここもね、しっかり、帝国軍の資源の供給源を断つっていう作戦をやっていきましょう。軍が集結をしっかりしてくれればね、この後は期待できる戦い方として一つが上陸作戦、強襲上陸作戦ですね。これで早く
ゴムの供給源を断って、飛行機を作れない状態にする。飛行機作るのにアルミとゴム両方必要なんですが、まあ、そのうちゴムを断つというとこですね。まあ、じりじりと、そういう意味では締め上げていくと。戦いたくても戦えないよっていう状態を作っていく。まあ、ただそれにしても、フィリピン10師団でも支えるのがやっと。今マニラに強襲上陸かけられたら、ちょっと危ないですからね、正直言って。フィリピンも半分が敵に抑えられつつあるという状況なんで、まあ、ただここは軍を、まあ、本来休ませてあげたいところですが、休ませる暇なく戦っていきます。いや、フィリピンが本当心配。マニラが陥落なんてのはちょっと考えたくないから、マニラに軍は置いておきましょう。バンコクがいい例ですけど、首都バンコクが陥落したら、あっという間にタイ崩壊しましたからね。まあ、マニラ、フィリピンも同じことが言えると思うので、フィリピンの防衛はしっかりやりましょう。じゃあ、余った、第二遠征軍を、迎撃に当てていきます。帝国の駆逐に当てていきましょう。これもね、情勢がどう変わっているかというのはわからないんですが、で、あと注意しておくのが、このインドシナ半島、フィリピン、まあ、つまりこの辺り一帯ですね。いや、帝国軍、本当に人的資源さ、無限にあるんじゃないかって思うぐらいあるよね。もう 2.95 メガ失ってますからね、損失として。それでもまだこれだけの展開数だから。師団数も231って見えてるけど、まあ、事実だとしたら半端ないよね。やっぱりちょっとでも早く、帝国軍の、そういった、源を絶っていかなきゃ。バンコクにうまく進軍したのが本当にハマったんでね、勝てましたけども、あそこあのまま膠着するっていう可能性も十分にありましたからね。ではまたちょっとね、時間を進めていきたいと思います。
だいぶ時間進めてきてますが、まずですね、アイゼンホワーの軍、遠征軍に関しては先ほどお話した通り、このまま、進軍を続けてもらいましょうというところになります。うわ、硫黄島の戦いで33度船団を失っている。まあ、残りの方は、まずは大陸の方の迎撃に当てているというのと、満州の方にね、進めるということで、軍を大きく、マッカーサーの軍は、満州方面に転戦させています。まあ、その関係でね、ちょっとインドシナ方面に部隊が今いない状態なんですけども、もしここでね、敵がまたインドシナに上陸をかけてきたら、再度、軍を戻す必要があるので、そういう状況にできればしたくないなというところですね。で、フィリピンの方は結構苦戦してます。なんとか、日本軍追い出そうと頑張っているところですね。で、あとはですね、まあ、オランダ領東インドということで、ここ実は資源地帯になっています。ゴム。なので、これをまず帝国に渡さないぞと。いうことで、10師団ほど、アイゼンハワーの10師団、まあ1つ師団失ってしまったんで9師団になるんですけど、この9師団を送り込もうというところですね。お、ちょうど、蒙古国が降伏ということで、どうだろう。満州の方がだいぶ軍動いたのかな。見ていきます。あ、動いてるね。満州の方まで、ついに軍が到達しそうですね。イギリス軍が結構頑張ってくれてる感じがしますね。前線にイギリス軍が展開してる様子が見て取れるので。このまま、まあ、満州行って朝鮮半島攻略という、まあ、段取りが見えてきたかなと思います。で、帝国、再上陸してきた帝国軍もここで、少しずつ駆逐を図っているという状態です。他で言うとどうでしょうね。まあ、ちょこちょこ戦いの方は起きているようなんですけども、まずは、陸軍、アイゼンハワーの9師団。これを安全に都会させましょう。まあ、制海権は取れてるので、まあ大丈夫かなとは思います。で、このまま行くとですね、もうおそらく、朝鮮半島に到達するのと、日本軍から資源を奪い取るのが同じぐらいのタイミングになると思うので、このタイミングと、まあ我々の戦力が整うタイミングがうまく噛み合えば、しっかりと本土攻撃、日本の本土攻撃っていうものが見えてくるのかなというふうに思います。あと、そうだね。なんかできることあるかな。政治顧問とか雇うっていうのもありっちゃありなんですけどね。まあ、生産系、歩兵装備、自動車化。このあたりは不要だよな。一通り開発も済んじゃってますからね。海軍の理論化はありだな。海軍の経験値が上がるっていうだけだもんね。そうなると美味しくはないので、まあ、無理にこの辺使うのはやめておきましょう。政治力はあっても困るものではないので、まあ、ロビー活動とか、このあたりに少し入れておきます。あ、日本軍への攻撃。これは入れよう。すぐっていう。オレンジ化、イエロー計画。この辺りは入れちゃいます。これで10%の攻撃ボーナスつくんで、だいぶ変わるんじゃないかなという期待があります。で、先に4師団だけ都会したんだな。残りの師団はまだ移動中。まあ、いち早く日本から資源を奪い取るという作戦ですね。で、暗号解読の方を入れます。
満州まで落ちれば朝鮮半島が落ちるのは時間の問題ですからね。フィリピンだよね、問題。フィリピン、フィリピンが結構時間かかっちゃってるね、敵を仕返すのに。まあ結構重なる戦いで消耗してるというのももちろんあると思うんですが、マニラが落とされると厄介なんで、マニラが落とされないように気をつける必要もあります。もうバンコクの二の舞だけは避けたい。あ、南シナの戦い、これまあ勝ち目ないから撤退だろうな。ここにうまく我々の海軍の主戦力が到達してくれると、まあ、あるいはというところだったと思うんですが、シンガポールでの修理がまだまだ終わらないね。43年3月なんで、ちょっと今海軍の、軍艦の状況を見ておきましょう。まずは、クルーザー、これ43年6月なんで3月に完成ですね。あとはこれも従順かな、5月なんであと2ヶ月でできますというところですね。このあたりはもうできるだけ早め早めに完成すればするだけありがたいので。で、ヨークタウンクラスは44年の1月なんで、これちょっとまだ時間かかりますね。ヨークタウンクラスの2、これ43年6月なんで、あと3ヶ月後に空母がさらに移籍できると。ここは本当心強い。空母がさらに移籍出来上がるんであれば。野戦砲は新しいものへとマイグレーションします。こんなところですかね。さあ、アイゼンハワーの方は旧手段が渡り切れそうだな。渡り切ったら日本軍を駆逐。強襲上陸作戦の方はまだ時間がかかりそうですね。まあ、ここ強襲上陸するぐらいだったら、あらかじめ師団を配置しておきたかったんですけど、その余裕がまあなかったので、まあ、ここは強襲上陸多少無理してでも師団を渡らせて、しっかりと確保していくというところかな。まあ、ただ問題はどんくらい敵の師団がここに展開をしているかということだと思うので、もし師団数が少なければ一気にね、解放できるし、師団数がもし多かったら弾き返されるっていう可能性もあるんで、そこはねちょっと見ながらということになると思います。ちょっと作戦を一度満州方面に集中していくっていうのを今指示出しを行っちゃいましょう。Yes, sir.部隊数がちょっと足りないね。14師団ってことはちょっとすり減っちゃってるね。20師団ぐらい、19師団かな。ちょっと数があったはずが、4師団、5師団、壊滅してるな。これは日本軍にやられた形かな。ただ、南の方は、帝国軍を今駆逐しつつあるので、まあ、この状態を維持。ですかね。
さあ、ほぼほぼアイゼンハワーの第4遠征軍は渡り切ったので、ここを攻略していこう。いやーでもなー、まだまだ帝国軍それなりに資源地帯持ってるね。ゴムを奪い取ってしまおうかな。パプアとかこの辺りニューギニアとかはどうだろう、あんまり資源なさそうなんで放置でもいいかもしれないね。パプアニューギニアは放置しましょう。なのでやっぱインドシナ、この一帯を確保して、本土攻撃に備えていくというところですかね。フィリピンの方は情勢一進一退。マニラの方は、まあ、防衛がなんとかできた様子が見て取れますね。マニラが取れて、うん、防衛できていればフィリピン自体が死ぬっていうことはないと思うので、まあ、その状態だけはどうしても避けたいので、まあ、それがなればいいでしょう。で、上陸目標地点に日本軍最低5師団はいるんだな。この5師団相手に強襲上陸がなるかっていうちょっと疑問はありますが、今更作戦変えるとなるとそれではそれでまた作戦立案に時間がかかるって、一旦やめましょう。このままダメ元で上陸で、逆にね、スマトラじゃない、スマトラがもちろん攻略できれば、まあ、一番ありがたいというか、シンガポールから近いんでね、いいんですけど、まあ、無理だった場合はね、段階を追って攻略していきます。いや、装備品が全然足りなくて今徴兵が進んでないんだな。厳選の順番で言うと海軍、いや民需工場が足りてないですからね。民需工場はやっぱりどうなんでしょうね、まあ、もうタイムリープはないんですけど、戦争が始まる前に民需工場をもう少し頑張って建てておいた方が建設が進んで結果的に作れる、最終的に作れる装備品が増えたのかなと。まあ当然ね、前半で使える武器が足りないんで前半が苦戦する可能性はあると思うんですけど、まあどっちがいいのかっていうのはもちろんバランスを見て判断することになると思うんですけど、なかなかという感じかな。だいぶ駆逐は進んできてるね。どっかで強襲上陸を受けている。あ、本当にしつこくしつこく、グアムは来るね。フィリピンなんかによく上陸してくるさ、余裕ありますよね日本軍まだ。グハ、40個の船団を失うってどういうことよ。ここにもちょっと派遣しとかなきゃダメ。シンガポールでの修理が終わったら南シナ海の制海権欲しいね。やっぱりシンガポールで修理が終わった艦隊は一度南シナ海の制海権奪取のために派遣しましょうか。はい、ではね、ちょっと時間長くなりましたので今回はここまでに、させていただきたいと思います。次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、
あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。